日ごとの過程、2022年7月30日。民はヨシュアに答えた。私たちの神、主に私たちは使え、その声に聞き従います。ヨシュア24章24節そこでピラトが、それではやはり王なのか、というとイエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証をするために生まれ、 そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆、私の声を聞く。ヨハラによる福音書18章37節、まあ、人間的な尺度では、王というのは権威者であり、権力者であり、人の上に立って、ある意味で人をこう、治める、君臨します。しかしイエス様はあえて、そういう人間的な権力者としての王であることについて、頷くことをせず、むしろ、 イエス様は何と言ったかというと、私は真理について証しをするために生まれたという表現を使いました。神の真理を語る、神の真理を生きるという、まあ、真実とか誠実というあり方の中に本当の力が存在することを教えそのように生きました。神と共に生きるとか、神の心を生きる という表現がありますけれども、それは神の権威を傘に来て生きるという意味ではなく、むしろ神の真実の光の中を丁寧に生きるということに通じていると思います。人間的な権威や権力を追い求めるのではなく、神の真理、神の真実をしっかり心の中に受け止めながら、あるいは感じ取りながら生きる、謙遜に生きる。まあそこに 神の望まれる生き方があるのだと思います。イエス様はまさにそれを示し、それを教える、あるいはそれを実践するということのために、この世に来られたのだということなのだと思います。良い一日になりますように。